ニシキガメは、ヌマガメかニシキガメ属に分類されるカメ。本種のみで、ニシキガメ属を形成する。アメリカ合衆国北西部から、中部、カナダ、メキシコ模式標本の産地は、ニューオーリンズ周辺。アメリカ合衆国固有アシュ模式産地は、インディアナ州北部。アメリカ合衆国中東部、カナダアメリカ合衆国東部、カナダ最大高潮25センチメートル。 オスよりもメスの方が大型になる。背校は扁平で、上から見ると細長い卵型。甲板の表面には筋状の盛り上がりやシワがなく滑らか。甲甲板はやや大型で、後方がやや幅広い頭脚台形。円甲板はノコギリ状にならず滑らか。復興には切れ込みが入らない。頭部は中型で、粉炭はあまり突出しない。 上顎の先端が凹み、その両脇が突出式場状になる。頸部は短い。頭部や獅子の色彩は黒や暗緑色で、黄色や赤の筋模様が入る。種小妙ピクタは、彩色されたのいで、背校や頭部、獅子の半分に由来し和妙や英名と同義。卵は、長径2.8から3.5センチメートル、短径1.6から2.3センチメートルと、 大型で白い比較状の殻で覆われる。最大アッシュ。C パンのシームとアバラカンパンのシームが直線状にならない。背坑は暗緑色で明色の網目状の反紋が入る。復興には大型かつ複雑な暗色の反紋が入る。最大高調16センチメートルと最小アッシュ。C パンのシームとアバラカンパンのシームが直線状にならない。 廃校の色彩は黒や暗緑色で C 甲板に赤や黄色の縦縞が入る。足照明動作リスは背中の縫い。復興の色彩は黄色一色。最大高長20センチメートル。C 甲板のシームとあばら甲板のシームが直線状にならない。廃校は暗緑色で、容体は円甲板に廃校を縁取るような明瞭な赤い。 反紋が入るが生体では不明瞭になる個体もいる。アシュショウ業丸になたは、縁取られたのいで和名と同義。復興には、シームの周辺に小型かつ単純な暗色の反紋が入る。最大高長19センチメートル。第2、シーカンパンと第3、シーカンパンの継ぎ目と、第2、アバラカンパンと第3、アバラカンパンのシームがつながり、直線状になるが、 個体による変異も大きい。廃校の色彩は緑色で、看板のシーム周辺は明色。復興の色彩は単行色一色。分子系統学の研究から、亜種、背筋に色亀を独立種とする説もあるが、核亜種の分布域の境目では、自然交雑する個体もいることから、本種の足とする説が有力。流れの緩やかな河川や、湖、地層、 出現などに生息し、低質が泥で、水生植物が繁茂した水深の浅い小規模な、止水域を好む。水生傾向が強いが、日光浴のためよく陸にも上がる。中高生で、夜間は水底などで休む。植生は、動物食傾向の強い雑食で、魚類、昆虫類、甲殻類、動物の死骸、水草などを食べる。幼体は、動物食だが、 成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖形態は卵生。オスは水中で前足をメスの頭部の前で震わせて求愛し、メスが動きを止めるとオスがメスの上に乗り交尾する。主に5から7月に規定がローム室や砂の開けた場所に穴を掘り、1回に1から23個の卵を年に1から4回産む。卵は72から80日。 平均76日で孵化する。性染色体を持たず発生時の温度により、性別が決定し、摂氏25度では、オスのみ、摂氏30.5度では、メスのみが生まれた例がある。オスは、生後3から5年、メスは、生後5から10年で、生成熟する。アッシュ西部錦シガメのアッシュ小名は、トーマスベルへの懸命。錦シガメは、 しばしば生活史理論のテストのために用いられる。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。アクアテラリウムで飼育される。水質の悪化に弱く、また高い頻度で水道水による水害を行うと心筋性の皮膚病にかかることが多い。これは、水質が清涼かつ安定した状態を維持し、日光浴を行える環境を設けることで防ぐことができる。 飼育下では人工飼料にも得ずく、ありがとうございます。